航空写真、国土交通省国土画像情報をもとに、作成野川公園は、東京都調布市、野水はじめ、2丁目、小金井市東町1丁目、三鷹市大沢2.3、6丁目にまたがる、都立公園。そのお東西に東八道路が横切っており、その北側を野川が西から東に流れる。東八道路以南は、開園が遅かったため、 一部地域住民からは、新野川公園と通称される。元は国際キリスト教大学所有のゴルフ場であり、現在でもかなりの面積で芝生が広がる。沿南西部にテニスコート、西部にデイキャンプ場、南部にバーベキュー場、駐車場、中央部に自動遊具施設とアスレチック場を備える。東八道路と野川に挟まれた区域や、東八道路以南の各所には、 武蔵野の森が多く残存する。ただし、ゴルフ場時代に多量の農薬を散布していたため、開園直後は生息する生物症が貧弱であった。2年ほどして、クワガタムシなどが普通に見られるようになっている。野川の北側は、池が3つ、規則的に並び、1980年代前半までは、ザリガニ鳥の子供たち等で賑わったが、バーレが進んだこと、水の事故、 受水自殺事件の発生などを理由として立ち入りが制限されるようになった。また、地域トラブルも当時は頻発していたとのことである。現在、同区域はフェンスで囲われ、定められたゲートから出入りする自然観察路となっている。フェンス街の東端は湧き水広場となっている。自然観察園から西方への川沿いに細い指道を越えると東京都立武蔵野公園である。また、 瞳街道を挟んで南に200メートルほどのところに東京都立武蔵野の森公園がある。周辺には神代植物公園、武蔵野公園、玉霊園、浅間山公園等があり、野の森構想と名付けた緑地系統が作られている崖遊水があり、自然観察園はこの立地を生かして作られた。計画の当初より住民参加方式が取られ、 管理についてもボランティアの参加が続けられている。施設は、自然観察センターホタルの水路木道、野鳥観察コーナー等で、豚草観察区のように刈り取り、回数による植生の変化を観察するフィールド等、ユニークな施設も作られている。湿地植生としてオランダからしみぞそば等が見られ、これらを観察できるルートが取られているが、自然の利用許容力から入場時間の制限がなされている。 設計は、東京都とライフ計画事務所。施行は1986年から1988年にかけて行われ、野川公園39.4ヘクタールのうちを、ヘクタールを占める。ありがとうございます。